皆さんのご意見をぜひお待ちしております。この AV 女優はこのラッパーに似てるなどあればぜひコメントお待ちしております。今ですね、新たな動画を作ろうと思っているんですけれども、この AV 女優はこのラッパーだみたいな感じですね、 AV 女優とラッパーの関連性に関する動画を作ろうと思っております。あとは AV レーベルとヒップホップレーベルの関係性についての動画も作っていきたいと思っていますので、ぜひですね、これはこれに似ているみたいなですね、アイデア、ご意見などあれば、もうどんどんこのコメントに書いていただければなというふうに思います。ただ、あまり卑猥なことをコメント欄に書かれてしまうと、動画が消されてしまったりですね、皆さんのコメントも表示されなくなってしまう恐れがありますんで、そこはうまくぼかしながらですね、伏せ字にするなどしてですね、うまく空気を読んでコメントしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんのアイデア、ご意見をお待ちしております。ぜひ、よろしくお願いします。はい。で、今回の動画なんですけれども、買い逃し現金という名前で、買い逃し現金というタイトルでお送りしていきたいと思います。本題に入る前に本当にいつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、ありがとうございます。感謝でしかないです。今、何月ですか？もう10月になってますね。もうこの10月、もうすぐ年末になって、年が明けるっていう感じになるんですけれども、まあ、なんとかですね、食らいついて1本でもこの動画出していこうと思いますんで、ぜひ、これからも応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録者数1万人まで、まあ、来年行けたらいいなというふうに思ってるので、よかったらこれからもよろしくお願いいたします。はい。で、今回の内容なんですけれども、個人的に気になっているアイテムについて語っていきたいと思います。いろいろアイテムとか情報を見ていく中で、このアイテム欲しいなとか、このアイテムかっこいいなと思ったアイテムを、まあ、個人的見解で語っていくような内容になります。はい、今言ったようにあくまで個人的見解になりますんで、もうこの動画を見てですね、いや、これ別に俺いいと思わないとか、なんか、違くねみたいな風に、思うことあってもですね、これは僕が本当に一押しで押してる動画になるんで、まあ僕は間違いないと思って紹介してますんで、はい、やっていきたいというふうに思います。はい。まず一つ目にご紹介するアイテムなんですけれども、YSM さん別注のコスコの BDU パンツですね。もうこれはですね、正直早く紹介したかったんですけれども、めちゃくちゃこれはいいアイテムなんじゃないかなというふうに思います。ロスコの BDU パンツは昔からの定番というか、90s スタイルとかオーバーサイズする人だったら結構いなたい感じで合わせられると思いますね。あとは似たものでプロッパーとかあると思うんですけれども、やっぱりこの手の形のカーゴパンツっていうのはいつの時代もタイムレスで鉄板だと思います。で、このアイテム自体は相当考えて作られてるなというふうに思って今回ご紹介させていただいたんですけれども、これ何が優れてるかっていうと、あれなんですよね。まあその前にちょっとその話なんですが、何が優れてるかっていう前に、まずこの手のパンツの話とちょっとしとこうかなというふうに思うんですけれども、このロスコのパンツとかプロッパーのパンツとかもそうなんですが、丈が長すぎる問題っていうのがあって、もうめちゃくちゃ丈が長いんで、裾の処理が困るっていうのがあったんですよね。まあ、B ボーイの人、サイジングにうるさい人だったら結構ここら辺は気にするところだと思うんですけれども、この丈が長すぎて、めちゃくちゃこの裾の部分が膨らんじゃうんですよ。ハイカットのシューズとか履いたらもう、ここの部分が余りすぎちゃって、もうすっごいもう言葉に言い表せないですけど、変なサイジング、変なシルエットになってしまうと。ローカットのキックスを履いたとしてもちょっと若干余るぐらい裾が膨らんじゃって、なんかいい感じのたるみとかくぼみが出ないんですよね、裾の。そこでサイジングの落としどころが難しいっていうのが永遠の課題だったと。これが生地が結構パリッとしていて、ノンウォッシュのデニムみたいなものだったら裾がある程度余ってもうまい具合にたるみを調節させられるんですけれども、これ結構この手のパンツって温数あんまないんでペラッとしてるんで、ここら辺の裾が余っちゃうとなんかすげえ膨らんじゃってシルエットがおかしくなっちゃうっていうのが悩みですね。丈が長い分じゃあウエストを上に上げて履けばいいのかというと、そうするとまたバランスが崩れて、まあなんかすごい絶妙に難しいものがあったんですが、このパンツはそれを解消しています。これはショートレングスになっていて、もううまい具合に裾のたるみを演出できると。今までのロスコの BDU パンツだったら丈が余っちゃうところを、これはショートレングス仕様にしてあるんで、すっきり収まるようになってるんですよね。ただ細すぎるわけでもなく太すぎるわけでもなく、もういい感じ、絶妙なシルエットがちゃんと出てますね。裾のたるみもしっかり出してくれるんで、もうこれはちゃんと考えられてる。ミドルカットのスニーカー履いてもある程度はいけるんじゃないかなっていうところでして、これはよく考えたアイテムだなというふうに思いましたね。で、この手のアイテムってサイズ幅も大きすぎて、なんかどれが前サイズなのかちょっとわかんないというか、 SML の差がでかすぎて中間がないみたいなこととかもあったんですけど、これはウエストにちゃんとアジャスターがついてるみたいなんで、そこら辺はしっかりと緩和されてるんじゃないかなというふうに思います。これは本当に気になるアイテムですね。いなたいけどやりすぎないスタイルを求める人だったら間違いなくハマる一本なんじゃないかなというふうに思っていて、この手のアイテムやっぱり1個持っておくとどっかで絶対に使える場面が出てくるんじゃないかなというふうに思います。
もうこの手のアイテム、これはいいですね。ほんとかっこいいなっていう。で、こういった、なんでしょう、ニッチな部分が僕は B-boy として大事だと思っていて、やっぱりサイジングとかそういうの気にする人って、こういう丈の長さとか、いろいろその裾の幅とか、まあ結構細かいとこ気にすると思うんですけれども、まあ、そういうこだわりの部分というのが大事かなというふうに思っていて、このアイテムは本当にいろいろ研究して開発されたというかわかんないんですけれども、ちょっと僕詳細わかんないんですが、YSM さんのこのアイテムはかなり好きもんな B-boy に向けたアイテムなんじゃないかなというふうに思いました。勝手にご紹介して申し訳ございません。で、二つ目のアイテムなんですけれども、スティルディギンさんが出してるモノホンプレイヤータオルですね。これはどう考えても買いでしょうと。いや、これ見た時に僕も速攻で買いに行きましたね、スティルディギンさんに。もうこれはやばい。モノホンプレイヤー御用達と書いてるんですね。もうこれでしょうっていう本物モノホンプレイヤー。スティルディギン、これやばいです。もうこれだけで買いですね。これはもう B-boy としたら持ってなきゃいけないと。もうこれは一個ないと多分生活できないっていう。そこまではいかないかもしれないですけど、僕はそんぐらいのバイブスです。で、このモノホンプレイヤーって言うとやっぱりこのシーンですよね。このシーンが頭の中から離れません。そこで俺が紹介したいのは、今俺が強力にプッシュしてる本物モノホンプレイヤー DJ ビブラム。まあ今みたいなのがブレイクビーツっていうもので、まあ基本的に、はい、ということでモノホンプレイヤーだったんですけれども、このモノホンプレイヤー御用達タオルを持って戦闘巡りしたらもう最高でしょうと。で、多分銭湯にこれ持ってって、あれスティルディギンのタオルなんじゃないって多分気づくやつもしかしたらいるかもしれないです。おってなると思うんで、やばかったら。もしそんなことがなかったとしても、もう自分としてもモチベーション上がりますよね。なんかこのタオル持って銭湯行くって、なんか銭湯はしごしたくなっちゃいますね。さっきあっちの銭湯行ったけど、もう一回ちょっとこっちの銭湯行ってみようかなみたいな、なんかそんぐらいのあれになると思うんで、このタオルめちゃくちゃおすすめです。僕もなんかこれ3枚ぐらい欲しいんですけど、とりあえずまずは1枚だけ買っておきました。もう早速次の週末はですね、このタオルを持っていろんな銭湯を回ってですね、モノホンプレイヤーになってこようかなと。モノホンプレイヤーにはなれないですけど、まあ気分だけでもモノホンプレイヤーになってこようかなというふうに思います。で、このタオルなんですが、在庫見たらですね、今在庫7点になってましたね。これ作ってる時点で9月末なんで、これ出してる今頃はもしかしたら在庫切れてるかもしれません。もし在庫が1個2個とかになってたら、速攻で電話して在庫を抑えて店に買いに行ったらいいんじゃないかなと。あとは通販もできるんで、通販で買ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。1個1210円、優しいお値段です。これ1個買ってですね、お風呂に入りに行っていただけたらいいんじゃないでしょうか。ということでですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。で、恒例の最後に一言なんですけれども、はい、昔瞬間最大風速的にジターリングって人気じゃなかったでしょうかね。多分ハイパーヨーヨーがちょっと落ち目になってきて、そのぐらいに出たタイミングですかね。ジターリングもなんか出て、これなんか一瞬流行ったんですけど、これ技難しいと思うんですが、難しい技を決めてもなんか決まった感が全然出なくて、すげえ見た目地味なんですよね。これジャケットかっこいいですけど、 B-boy の人がジターリング回してるジャケットかっこいいんですけど、なんか実際やるとなんか、お前何輪っか回してんだよみたいな、なんかやってんすかお前みたいな感じの、ちょっと見た目的に残念な部分もあって、あんま流行んなかったですね。やっぱりハイパーヨーヨーとかああいうのに比べちゃうと派手さが足らないので、どうなのかなっていう。最近 YouTube で動画見たんですけど、なんか今しっくり来なかったと。今どうなってしまったんでしょうか。という形でした。以上です。